いらっしゃいませ。何名様ですか？ぼーっとしてるのよ。何名様ですかって聞いてるんだけど。あ、よかった、本物のキララ先輩だ。ああ、一瞬もしや敵の偽装かと思ったが、どうやらその心配はないようだ。いえ、すみません。店を間違えました。それでは、さようなら。二名様、ご案内でーす。せっかく来たんだから。なんか頼んでいきなさいよ。いいわね。はーい、ただいま。おい、どういうことだよ。知らないよ。俺だってまさか噂の可愛いウェイトレスさんがキララ先輩だったなんて予想外で。ちゃんとそこまで調べておけよ。まあ俺が聞いてもキララ先輩がこんなバイトするなんて思わないだろうが。そうだよ。それにさ、とびっきり可愛いってのは間違いなかっただろ。まあそれはな。ご注文はお決まりですか？あ、いや、すみません。どれにしようかと話していて、まだ。どうせ噂の美少女とやらが私なんかでがっかりしてたんでしょう。これだから男は。鹿之助、逃げろ。二人も死ぬことはない。そんな、ダメだ風魔。お前を置いて逃げるなんてできない。私を悪役にして盛り上がるんだし。はあ、呆れてるだけで別に怒ったりはしてないわよ。そうなんですか。
でもキララ先輩、こう言ったらなんですが、そんな噂が立ってるって知ってたらすぐ辞めそうなものですけど。確かにいい気はしてないわよ。けどそれでお客さんが来てくれるならそのくらい別にいいかなって。それでこの店のコーヒーとか紅茶の美味しさをもっとみんなが知ってくれたら。じゃあ俺このおすすめって書いてあるオリジナルブレンドコーヒーをホットで。何って注文を取りに来たんですよね、ウェイトレスさん。はい、かしこまりました。ホットですね。鹿之助はどうする？じゃあ俺はココアで。アイスとホットがございますが。じゃあホット。かしこまりました。ブレンドコーヒーホットとココアホットですね。お待たせしました。ブレンドコーヒーとココアです。じゃないのよ。キララ先輩、今度他の連中も連れてきていいですか？もちろん大歓迎よ。ぜひぜひ連れてきて。